こんにちは、こんばんは。ジャパンランドに来ました。今パンツ見せてたのはケイさんです。なんかどっか行こうっていうことになって、もう本当に今日10本撮影したんですけど、またカメラ回しております。今日もこのジャパンランドから一つフォトグラメトリーワールドを選んでいきたいと思います。はい、かわいいケンさんです。ケンポーズ、ケンさんポーズ。さあどこに行きますか。ポッキューさん、どこに行く、どこに行く。小江戸ワインですか、川越。ここ行きたいって。じゃあここ、ここどうやって行くんだったっけ。川越、これユーズ、これユーズしたら開くんですよ。小江戸、小江戸、川越、小江戸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 。で、うん、でポータルは、あれで前にポータルが開くんで、そこに、そこに入る。ポータル一瞬で消えちゃいます。一瞬で消えるけど、一瞬で消えちゃう。これ、これみんなが押すからですよ。ここ行きます。はい。ものすごい容量でした。600以上。はい、600以上かかって、めっちゃ時間かかって到着したら、あれ？なんかいる。初めて見ますよね、皆さん。なんか、あれ？美味しそうなみたらしだ。モッキューさん、それ何？それは。みたらしなんですか、これ。あら、モッキューさん、どこか消えちゃった。みたらし団子になる。これも、みたらし団子はモッキューさんで。いないですか？横に。あ、もうなんか入りました。なんか風鈴が。じゃあ壁の中に入っていきたいと思う。風鈴を、風鈴をユーズしたら入るんです。あ、風鈴をユーズ。何ここ、何するとこ、うん、あー これもなんか風鈴をユーズしたら、あ、あ、風鈴が滑ったの鍵、うん、間違いでした。わー、いろいろ、うん、あっちの風鈴をしたら間違いが出てくるの。わあ、キュウリ。町は出てこないよ。あれ？あ、振り向いたらなんかのれん。あ、こっからスタートなんだ。え、何？川越、小江戸って何？のれんをくぐって、そういう、え、渦政映画村みたいなとこってこと？じゃなくて？わあ、あ、違います。地域で川越にある、うん、うん、昔の建物が残ってる街並みの、わあ、そういうことなんだ。川越にある昔の、すいません、あの画面に多分スタッフが後に調べて編集で何か説明入れてくれてると思いますので。なんか、はい、なんか結構綺麗にできてますね。すごい。でも一部分だけなんですね、うん、残ってる建物があるってこと、うん、江戸時代から残ってる建物があるってこと、これ何、これ何だ、これ何なんだろう。ここは銀行ですね。銀行、うわ、おしゃれな銀行。住みたい、こんな建物住みたい。すごい、うん、シュールじゃない。江戸の町でみたらしがうろうろしてるわよ。めっちゃシュールだけど、江戸の町でみたらしがうろうろしてる。あー、ちょっと待って、キュウリがあるよ。キュウリだ。キュウリどうぞ。あ、キュウリ食べたい。あ、キュウリ。どうぞ皆さん、キュウリ。めっちゃキュウリもフォトグラメトリー。キュウリもフォトグラ。キュウリもフォトグラメトリー。すごーい。外れますよ。嘘。あ、戻った。あ、かじれる。戻った。もう一回押すと戻る。一口、うん、もう一回戻した、押したらダメみたい。一口だけ。はい、どうぞ皆さん。はい、かじりました。断面もすごいリアル。断面もめっちゃリアル。すごーい。確かに。何でしょう、漬物屋かな。あ、お漬物。あ、お漬物屋だからキュウリ。なるほど。あ、すごい、ヤマトロ。見て、ヤマトの集荷、集荷もある。ここは何？うわ、すごい、こ、江戸時代から。へぇー。芋菓子って書いてますね。え、角曲がれるの？本当にお店の、わー、すごい、こっちまで再現されてる。
通りだけかと思った。うわ、この骨董屋さんの感じすごい。骨董屋さんの感じ。どら焼き？どら焼きありますよ。どこどこどこ？どら焼き？あ、これこれ。どこに？どこにあったの？皆さん、どら焼きどうぞ。さっきの芋菓子のところ。ああ、食べました。皆さんの一口、おっきくねえか。ここにあったんだって。へえ、あ、ここがそういう、あ、すごいね、そういうものも置いてるんだ。もう一個食べたら、もう一口で戻る。むしゃ、うわあ、そういうことか。もっきゅんさんのみたらしはフォトグラメトリーに来たからフォトグラメトリーっていうこと？あ、そうですそうです。そうです。それ売ってますよ、みたらしさんも。これも、これも、これも、ほら。これも見て。これも、ほら。あ、これ、これ。あ、おなゆきだ。あ、すごい。え、皆さん、食べてください。これ何？焼きおにぎり。焼きおにぎり、皆さんどうぞ、一口。はい、どうぞ。うわぁ。ちょっと中まで醤油お願いしたいです、私。中。えっと、これ食べて。甘辛の。はい、すいません。これは何？みたらしだ。妙に、ここもお菓子屋さんですね。妙に似合っております、皆さん。みたらし食べたくなる。もっきゅんさん、このみたらしちょっと高め、高級なみたらしだよ。このこれはちょっと高級な方。安くなんですか、ね、1本130円で。あ、皆さん、あの、私の興奮構造の像はこの像です。蔵です。いらない情報でした。ひらがなで書いてますか。ひらがなです。え、これ角も全部入れるってこと？全部。すごいシュール。いや、だいぶ雰囲気出てますね。え、行ったことある？もっきゅんさん、行ったことあるの？実際に。あの、ここ何回もありますね、はい、人気の観光地なんで。あ、観光地、やっぱりね、観光地なんですって。そしてもっきゅんさん行ったことあって、行ったことあるもっきゅんさんが見ても結構雰囲気出てるそうなので。でもこんな感じで独り占めはできないよね、観光地っていうことは。本当だった人がいっぱいってこと？人も車も多いんで、はい、え、でもさ、人と車映らないようにフォトグラメトリーってどうやってやったんだろう？車がいないタイミングでそこだけ飛んでる。いないタイミングで。うわ、ここも、うわ、ちょっとあれあれじゃない、火事になった時のほら、なんていうの、これ火のなんとか櫓、なんだったっけこれ。時代劇とかに出てくるじゃない、これ。何これ、これ火の、なになになに、火の見櫓、火の見櫓っていうのこれ、はい、すごい。皆さんこれ見て、有名な川越の時のお金っていう。これもしかして再現じゃなくて、これ本当にこのまま残ってるってこと、江戸時代から。ちょっとドローンカメラで皆さん、皆さんどうでしょうか。あ、ここも入れる。すごい再現。わあ、この辺とか、この辺とかありそう。すごい。あら。いや、こういうなんか神社大好き私。こういうなんか町のさ、あ、人力車もあるよ。すごい。わあ、すごい、すごい。え、人力車あるよ。乗れるの、もしかして？それはないよね。あ、座れる。座って引っ張っていけるんだ。まさか、それは、それはない。ココさん、そこは、それは無理でしょう。引っ張ってるっていうか、持ち上げていけるの？持ってます。いけますか？引っ張るっていうか、あ、ごめんなさい、落としちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って、誰か、はい、大広さん、大広さん、はい、引っ張ってあげて、はい、持ち上げて、はい、人力車どうぞ。大広さん、はい、どうぞ、人力車どうぞ。大広さん、歩幅前進してるだけです。大広さん、歩幅前進したらダメやん、人力車を。あれ、これケンさん、ケンさん今乗ってます？乗ってる、ケンさん乗ってるよ。それとも俺が自分で動かすの？うわー、違う、動か、う、行くよ、行くよ、乗った、行くよ。ケンさん、ど、消えたよ。ケンさん消えたよ。ローカルなんじゃないですか、これ。ローカルなの、これ。ケンさん引っ張ってたからバグっちゃったかもしれない。
本当に来てるみたい。ケンさんどっか落ちちゃったかな。ケンさん異次元に飛んでちゃったか。まあ来たか帰ってきたか。どこケンさん。あれですね、どこ飛んでった。ローカルなのを無理に引っ張ったから。え、うん、吹っ飛ばされちゃった。そういうことか、そういうことか。なんかバグった。大平さんも吹っ飛ばされちゃったかな。そういうこと。そう。わあ、この喫茶店とか、え、みたらし、え、これ何、これみたらしじゃないね。これ何だ。五平餅ですね。何五平餅って。何お餅、どんな味。何五平餅ってどんな味。焼き餅みたいな、うん、味は。北関東とか。お味噌、お醤油。これはどっちだろう。北関東とか長野とか、ね、うん、はい、じゃあ皆さんどうぞ一口どうぞ。あら、はい、食べましたね。わあ、すごい。お、ん、どうしたこれ。食べるんじゃないですか。みたらしが五平餅を食べてる。もう一口食べると、もう一口食べると戻ります。もう皆さん汚い、その戻したらダメって。食べないで、うん、はい、おいしい。戻したらダメです、汚いです。じゃあ食べたい、ください。はい、あ、戻したらダメですっていう遊びができます。はい。何やってる。妙にな、そんな感じ。みたらしが五平、はい、皆さん、みたらしが五平餅を食べてる絵をどうぞ。みたらしが、うん、五平餅を食べて、食べて、戻して、戻して、食べると。はい、はい、皆さん、もっきゅうさん、くれてます。皆さん、一口、あ、食べました。ありがとうございます。あ、戻したらダメです、うん、戻したらダメ、酸っぱくなります。はい、ここカフェですね、カフェ。うん、カフェ。わー、江戸時代の建物と大正ロマンが、そしてちょっと昭和な感じが混在してる街っていう感じ。すごーい。いつも中あります。あら、え、これあ、いいですね。もなか、もなかどうぞ皆さん。はい、もなか。ここに来たらいっぱい食べ物。はい、どうぞ。あ、うん、粒あん好きだけど高級すぎる。なんかねっとり系、うん、あ、ちゃんともぐもぐしてる。もぐもぐしてるよ。どうやって、どうやって。これアバターの機能。あ、アバターの機能か。びっくりした。そこまで読み取るのかと思った。あれかな、京都みたいに京都みたいにさ、こ、あの建物制限とかあるのかな。うーん、あるでしょうね、やっぱり、うん、3階建ての建物建てらんないんじゃん。3階建てはできないじゃないですか。確かに。だってこの感じがいいんだもん。この感じがいい。この感じ好き。あ、お土産屋さん。わ、お土産屋さんの雰囲気すごい出てる。お土産屋さんの。あ、奥にあるのは傘ね、あれね。すごい。よくできてる。この辺の看板とかって江戸時代から受け継がれてるんだな、こういう。うわ、屋根とかがすごい。お願い、この町に地震来ないでください。耐震とか大丈夫だ、大丈夫なのかな。こういう建物って、古いのってなんかちょっと心配。すごい。なんかインドの有名な預言者が言ってるの。大地震だ、地震って。あら、それ、あ、ドーナツ、おからドーナツ、おからドーナツ。いいから、そんな、あの、待ち小技は、小ネタ、待ち小ネタ。待ってるんだもん、言ってくれたらいいのに。ずっとなんか何かをして待ってるからさ、こっちが気づかないといけないでしょ。気づいてくれ。はい、どうぞ皆さん、はい、木球さんの待ち小ネタ、待ち小ネタどうぞ。はい、はい、一口どうぞ。あー、おいしそう。戻したらダメです。はい、どうぞ。あー、おいしそう。戻したらダメです。もういいですか。はい、すごいね、この町。すごい。ここも入れるの、この町角も。ここも、ここも行けるよ。ここも、ここも行ける。すごい。ここまでですよ、多分。すごい、すごいね。うわー、この辺もすごい。うわあ、ここまで。うわあ、うん、うわあ、どっか行ったらモッキュンさん撮るべきよ、フォトグラで。
いや、でワールドに行かせるよ。この前撮ったんですよ。え、初めて。あ、じゃあモッキーさんもあのフォトグラメトリーワールドデビュー近いわ。あら、ちょっとお店に入ってるそういう面白いことはカメラの前でやっていただいていいですか、大広さん。そういう面白いことは、面白いことは、はい、うん、もう一回入って、さっきのとこ、はい、もう一回入って、はい、うん、そこ入ってもう一回。あら面白い、あ、いらっしゃいと、うん、猫が入ってるよ。ちょっと軽くホラーいやー面白い、外から面白い、外から見えるんですか。なんか見えるよ、見える、ガラスだもん、ガラスだもんだって。あ、本当だ。あ、面白い、陳列されてるみたらし団子みたらし団子陳列されてる。中から見えないの？中から見えます、中から見えます、見えます。中から見えたら外から見えるんじゃない、ガラスなの。どういうこと？見えるよ、うん、でも妙に光ってる、ケイさんが妙に光ってる、ガラスが見えます面白い、すごいね。なんでそこを入れるんだ、ここは、ここは、あ、なんか他にも入れますよ。あ、入れる入れる、入ってる、適当に入ってる、あ、入ってる、入ってる。コライダーない、うん、コライダーがないのね。わあ、こういう建物も好き。わあ、これも江戸って感じ、これも江戸って感じ、これも江戸って感じ。すごい、この辺とかもすごいよね。わあ、これ江戸じゃないけどこういう建物も私好き。こういう建物もすごい好き。抜けれないですね。え、入ったら出れないの、そこ。お土産屋さんにお店荒らしてる猫がいる、大きな猫。面白い猫が。初めてこのもぐもぐ顔が役に立ったね、うん、もぐもぐ顔が役に立った食べてるそうです。皆さんこのもぐもぐ顔をアップでご覧ください、うん、はい、ケンさんのもぐもぐ顔でございますよ。本当に、うん、やっと使えたそうです。これがやっと使えたということでアップでご覧いただいております。モッキューさんじゃない、ケンさん、ワールド名なんだったっけ、ここ川越小江戸村を再現した小江戸VR 本当に川越に存在する場所を3D スキャン、フォトグラメトリーで再現したワールドでした。最後までご覧いただいてありがとうございました。テロップが出ておりますので、検索される際は画面のテロップでお越しください。ありがとうございました。これと村ではないですね。何、もう一回、ちょっと待って、ちょっとそういう大事なことそれまたクレームに、もう一回ちょっと、はい、もう一回カメラさん、はい、戻って。いや、わざと言ったのかなと思ったの。川越、小江戸町何だったっけ、川越小江戸 VR で、小江戸 VR、うん、ワールド名はでしょ、小江戸町とか、小江戸 VR、 この小江戸って呼ばれてる地域なんです、うん、ああ、うん、ということで川越の小江戸と呼ばれてる地域をフォトグラメトリーで再現した川越小江戸 VR というワールドをご紹介しました。最後までご覧いただいてありがとうございました。したいと思います。それではまたできない、できないそうです。ありがとう。